さあ本日も皆さんにお話をしていきましょう、はい、今回なんですけど、まあ、質問というかこれ結構コメントでも伝えてほしいというのがあったんですけど、まあ、第3にスーちゃんみたいにまたここに、帰ってこられるよと伝えてあげてくださいと。そうそう、このコメント多かったね。まあお盆とか、うん、まあいろいろあるじゃないですか。戻ってくると言われてる、いろいろあるね、うん、で他にもその通知だったらその桜の時期みたいな、なんか特別な、うん、まあ、大師さんにとっていつになるのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ何か大師さんが帰ってこられるタイミングがあるかもしれないという。ああまあそれなら安心、うん、まあ、ちょっとだけ安心はできるかもしれない。大師さん自身ももしかしたら、うん、ちょっと寂しさが紛れるかもしれない、かもしれないね、うん、まあどっちにしろこれ伝えて、うん、お盆とかね、それこそ帰ってこられるかもしれないという、まあ、また帰ってきてもほしいしね、うん、伝えてほしいですというのがコメントたくさんあったので、うん、お伝えしようかなと思いますね、うん、はい、じゃあ行きますか。じゃあ行きましょうか。さあ設定を完了しました、はい、奥がせっちゃん、手前大師さん、真ん中小山根人形、うん、それからよしこさんですね、はい、まあ質問というかお話がそのまた、戻ってこられますよということをお伝えするということです。うん、まあ、それも理解してもらえたら、まあ、確実なのかはちょっと分からないですけどね、まあ、まあまあまあ確かにそうです、ね、みんながみんなではないですけど、うん、まあ、まあでも、ね、つーちゃんとか見てるとっていうことなので、まあ、可能性はあるかな、うん、そうですね、うん、まあ、まあ、それを知ってからもしかしたら戻ってこれるのかもしれないし、うん、確かに、うん、今知っておくのはそうですね、あのいいことではあるよね、うん、まあちょっとそれも含めて、ちょっとお話ししたいなと思いますね、はい、それではいつも通り撮影します。
これがね、ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください。これいやこれ通りたくねえわこんなん。おいおお、やばいやばいやばい、これはいいな。